こういったようにですね、組織とかチームメンバーとかステークホルダーの仕事の癖を把握してですね、自分のルーティーンを組み立てると効率的なマネジメントがしやすくなるんじゃないですかねと。こんにちは、プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。突然なんですけども、皆さんは1週間のプロジェクトマネージメントの業務、実行フェーズのですね、実行フェーズの1週間のルーティーンってどうしてますかね。この前ですね、ご相談いただいた企業さんのプロジェクトマネージャーの方がですね、とっても優秀な方だったんですが、こう1週間のですね、プロジェクトマネージメントの実行フェーズの効率的なルーティーンってなんかあるんですかね、経験を教えてくださいっていうご質問をいただいたので、まあ、私もですね、プロジェクトマネージメントの現場をやってたのだいぶ前なので、ご参考になるかわからないんですけど、まあ、こういうふうにやってましたよっていうのをお伝えしたんですね。あくまでも私の過去の現場経験の話になるので大変恐縮なんですけれども、組織とかですね、組織内のメンバーの仕事の流れとか癖を考えてですね、自分のですねマネージメントルーティーンを設定すると、私はですね効率的になるんじゃないかなと思っていますので、おすすめですよということをですね、今回お伝えしようと思うんですね。皆さんのお役に立てばということでお伝えしますね。もう一回言いますけれども、あくまでも私の経験なので、信じるか信じないかはあなたの体調次第です。この動画を見てくださっているプロジェクトマネージメントの先輩の皆さんもですね、私のルーティーンはこんな感じだよ、これで効率的にやってるよっていうのがあれば、コメント欄にぜひ入れてください。まずですね、月曜日の午前中っていうのはメンバーも会社もですねバタバタしてるんですよね。なので、メンバーとか、まあ、ステークホルダーとか役員とかですね、上長とかの連絡も取りづらいんですよね。まあ、そんでもってお客様向けのプロジェクトの場合でも、月曜日っていうのはお客様先もですね、結構バタバタしてるんですよ。なので、あくまでも私の場合はですね、月曜日の午前中に前の週のプロジェクトデータを元にですね、週次レポートを作っていましたと。そしてですね、月曜日の午後1で、メールでですね、そのレポートを発信していました。まあ今の時代はですね、プロジェクトマネジメントツールとかで共有もあるんですかね。まあいずれにしても月曜日にレポートを作って配信してったってことですね。でですね、月曜日の午後1でレポートのデータを送信するとですね、だいたいですね、月曜日の夕方ぐらいにかけてポロポロとですね、レポートの内容の詳細確認ですね、詳細確認の電話とかメールをいただいてました。週次レポートの作成はですね、とにかく一気にやってしまいたかったので、メンバーとか組織がバタバタしていてですね、自分に連絡があまり来ない月曜日の午前にして効率化していました。それでですね、以前に紹介したコミュニケーション計画でコミュニケーションを効率化しても、会議体って結構あるんですよね。このいろいろな会議体は火曜日から水曜日にかけて設定していましたね。これもですね、私なりの理由がありまして、金曜日に会議を設定してですね、決め事とかしてもすぐに週末になっちゃってですね、せっかく決めたことをすぐに着手する人が少なくなっちゃうんですよね。下手するとですね、週末に依頼したことを忘れ去られちゃうっていうこともあったんですよ。特にですね、グローバルプロジェクトでは多かった印象がありますね。そんでもってですね、月曜日の会議っていうのはですね、先ほどお伝えしたように組織やステークホルダーが他の仕事で忙しかったりするので、会議時間がそもそも取りづらかったりとか、会議に参加してもですね、突然電話とか鳴っちゃってですね、中座したりとかですね。あと皆さんも経験あると思うんですけど、目の前でパソコンやってて明らかに違う仕事してるよねみたいな、まあそんなこともあるんですよね。火曜日とか水曜日とかに会議を設定するとですね、何かそのタスクで問題があったとしてもですね、会議で決めたことを木曜日とか金曜日とかにすぐに着手できますし、まあリカバリーもできる可能性が高まるんですよね。まあ以前のこの動画でもですね、スケジュール遅延が実は起こる理由ここにあるんじゃないですかっていうのを特別にお伝えしましたけれども、それに加えてですね、
この会議体の設定、それによるリカバリーの時間があるかどうか、まあ、これを1週間のルーティンの中で考えるとですね、スケジュールの遅延とかも若干防げるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんでもって木曜日とか金曜日はメンバーにタスクに集中してもらうとともにですね、進捗報告をしてもらうようにしていました。先ほどお伝えしたようにですね、月曜日の午前にレポートを集中して作成していましたので、木曜日とか金曜日とかにメンバーから進捗報告をもらったり、あとはですね、皆さんプロジェクト現場であるあるだと思うんですけども、進捗報告をしない人に電話連絡して催促したりとかですね、まあ、その場で情報を聞いてしまったりしてましたね。あくまでもですね、私の例なんですけれども、こういったようにですね、組織とかチームメンバーとかステークホルダーの仕事の癖を把握してですね、自分のルーティーンを組み立てると効率的なマネジメントがしやすくなるんじゃないですかね、と。信じるか信じないかはあなたの体調次第です。ちなみにですね、私はこういうルーティーンだよとか、こうすると効率的だったよとかですね、そういうプロジェクトマネージメントの先輩方の情報があればですね、ぜひコメント欄に入れてください。これからもですね、皆さんのお役に立てそうな動画をどん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 アップしてまいりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。